今回のタイトルはカルダノ投資家にエイダの歴史的 19.63% の価格高騰から学ぶよう促すクリプト GX です。ぜひ最後までお付き合いください。 YouTube チャンネルクリプト GX はなぜカルダノエイダが今後数ヶ月で大幅な高騰を迎えるのかについて説得力のある事例を提供しました。最近のビデオでアナリストは過去の傾向を強調し、辛抱強い投資家にとって大きな利益が得られる可能性を強調しました。アナリストはカルダノの現在の価格の中で新規参入者が不満を抱いていることを認めました。コインマーケットキャップのデータによるとカルダノは 0.538 ドルで取引されており、30日間で 15.56% という下落幅となっています。しかしアナリストは過去と照らし合わせてエイダで目撃された爆発的な成長の前には停滞期があったことを指摘しました。同氏はエイダの現在の軌道と2018年の最低点を比較しました。カルダノの歴史的な急騰、具体的には市場追跡リソースからのデータはカルダノが歴史的な強気ブレイクの前に数年間レンジ相場を形成していたことを示しています。2018年12月の時点ではエイダは 0.0282 ドルという安値で取引されており、2020年10月までの2年間少数点の先頭を取り戻すのに苦労しました。ブレイクアウト後カルダノは1ドルの敷地を超えて歴史的高値を更新し続けました。2021年までに 3.12 ドルのピークで最高潮に達しました。基本的に 0.0282 ドルの安値から 3.12 ドルのピークまでのエイダの成長率は実に 19.63% もの急上昇に相当します。アナリストの洞察から得られた重要な点は過去の傾向から学ぶことの重要性でした。動画では2018年のサイクルを振り返り、エイダが最終的に過去最高値を更新するまでに833日間の蓄積が見られたことを強調しました。歴史は繰り返される可能性がある。同時にアナリストはエイダが過去609日間にわたり統合段階を迎えていると指摘しました。同氏によると歴史的なパターンが繰り返されるのであれば暗号通貨市場は5月か6月に大きな市場変動を目撃する可能性があるといいます。また同氏は今後数ヶ月がビットコインが半減する前に投資家が積み立てられる最後のチャンスになると予想しました。投資家が資金を積み上げ業績が低迷している時期でも堅実さを維持すれば将来的に大きな利益を得ることになるだろうと強調しました。具体的にはエイダの強気のブレイクアウトを待ち下落の可能性を認識しながらもドルコスト平均法が最適な戦略であると述べています。最終的には投資決定を下す前に徹底したデューデリジェンスと調査を行うよう促しました。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。